よいしょ、新しい爪研ぎだ。気持ちいい。この段ボールの穴と穴をつなげるときのこの感覚がさ、すごく気持ちいいんだよ。穴を4つぐらいいっぺんにつないだときはほんと最高。だいたい爪を引っ掛けると2個ぐらいしか穴つながらないんだけど。ああ、今分かった。4つぐらい連続でドゥルドゥルンってつながったときがほんと気持ちいいんだよ。爪にさ、バイブレーションが来るんだよ。ふぅ。それでね、聞いて。爪研ぎは使ってない方が気持ちいいから。ああ、気持ちいい。中指とか真ん中の指やるときはね、端っこの部分を使うのがおすすめだよ。でね、爪研ぎのこの真ん中の部分、体勢がきついからね、結局端っこだけになっちゃうんだよ。真ん中があまり使われてないのはそういう理由なんだよ。ああ、気持ちよかった。一回使ったからもう裏返しにしてもらいたいな。これが我々の本当の気持ち。でもさ、忙しそうにしてるし言えないからさ。この動画を見た人はさ、爪研ぎ確認してみてよ。もうボロボロの状態だと思うよ。新しいのにしてあげてね。じゃあね、バイバイ。